11月の下旬、いとこに誘われて沖縄に行ってきました。沖縄本島と石垣島の島々を5泊6日で巡る予定です。羽田から那覇空港まで2時間45分で着きます。1月下旬で頂上には雪が見えています。那覇空港から車で1時間ちょっとで恩納村のホテルに着きました。その夜は観光客向けのホテルの歓迎会です。一夜明けて次の日の朝です。万座毛という景勝地に向かいます。ハブとはさすが沖縄。この岩、象の鼻に見えますかね。辺野古から少し南下して伊計島に向かいます。透明度の高い海として知られています。釣れますか。県立博物館の建物です。沖縄の城はこのように要塞のような形をしています。地元料理を食べたいと思い市内をぶらついてみました。懐かしいおばあちゃんにも会いました。海蛇料理もあります。沖縄のソーキそば。その日の夕方、那覇空港から石垣空港へ飛びました。次の日は石垣港から竹富島へ向かいます。船で約30分です。はい、それでは参ります。トミフラワーロードなんです。ちょうど今が台風シーズンで、前のリュウ君が島一番の男前です。小顔でキリッとした仕事ができそうな顔をしてます。竹富島のコンドイビーチです。石垣港に戻り、景勝地のカビラ湾に向かいました。美しい景色にみんな感動してうっとり見とれています。
帰りの途中、郷土料理の店があったので入ってみました。石垣島の夜も更けてゆきます。とうとう帰る日になってしまいました。名残惜しい石垣島、空港へ行く前に折り紙付きのビューポイント玉取崎を見て帰ることにしました。一味違った記憶に残る旅でした。